国立大学の合格を目指している皆さん、もう私立の併願先は決まりましたか？今日は東京大学と一橋大学に通うお二人をお呼びして併願校どこだったのかを聞いていこうと思います。この動画で国公立に合格した人たちがどのように併願先を選んでいたのかがわかるので、ぜひ最後までご覧ください。合格サプリ編集部早稲田大学文学部2年のカナダです。さあ、お二人も自己紹介お願いします。一橋大学商学部2年の高橋です。併願校は一般入試で早稲田大学商学部、センター利用入試で立教大学経営学部と中央大学の国際経営学部を受験し、なんとか合格することができました。東京大学理科一類1年の綾田です。僕は併願校は早稲田大学の機関理工学部と慶応義塾大学の理工学部を受けて、どちらもなんとか合格することができました。お二人ともなんとか合格って言ってても全部受かったんですね。はい、まあ、そうなんですね。まあ、なかなか自分ではね全部受かりましたっていうのは言いづらいと思うんですが、私はね私立大学だけを受験したんですけれども、そのね私から見て、あ、国公立の併願の仕方って随分私立と違うなと思ったので、そういうところとかも聞いて、あとどのように勉強したのかも聞いていこうと思います。じゃあまずお二人は併願校はどのように選びましたか？私は自分が学びたい分野がある学部を第一優先に選びました。私は大学で経営や商学部に行きたかったので、それがある学部を選びました。また早稲田については高校の数学の先生から、一橋と若干問題が似ているから腕試しに受けてみればいいと勧められたので受けてみました。なるほど。じゃあ行きたい学部を重視して、あとは第一志望のところと問題が似ているようなところを併願したということですね。そうですね。はい、綾田くんはどうですか？僕は私立で数学の記述式があるところの大学を受けました。国立の二次試験の数学は記述式なので、それの練習になるように記述式の問題がある数学のある大学を受けました。でまた慶応義塾大学の合格発表が東京大学の二次試験の2日前ぐらいだったので、慶応の合格で受験に弾みをつけようと考えていました。なるほど。じゃあ記述式があるところっていうのと、あとは受験日程のところも考慮して併願校を決めたってことですね。そうですね。はい、国公立を第一志望にするお二人が併願校を受けてみて感じたメリットとデメリットを聞いていきたいんですけど、じゃあまずメリットから聞いていこうと思います。はい、どうですか？メリットとしては大学受験になれることかなと思います。私は先ほど述べたように中央と立教をセンターで合格してしまったので、早稲田が初めての大学受験となりました。そこで休み時間の雰囲気などを知れたのは良かったなと思っています。綾田くんはどうですか？僕も高橋さんと同じで受験になれることがメリットだと思います。僕は東大の前に早稲田慶応っていう風に併願校を受けていたので、そのおかげか東大の入試ではあまり緊張せずに受けることができました。でも突然第一志望を受けるというよりかは私立の併願校を受けてちょっと、ね、慣らしておくというか、気持ち的にもだし、こう受験というものにも慣れておくようにするのがおすすめってことですね。じゃあ次にデメリットも聞いていこうと思うんですけど、何かデメリットと言えるようなものはありますか？そうですね、併願校だとどうしても国公立の場合結構第一志望に注力してしまうかなと思うんですけど、その結果併願校になかなか時間を割けないっていう時にちょっとそれを気に病んだり、また不合格になってしまう可能性ももちろん十分にあるので、そういうところの気持ちの立て直しに時間がかかるってことは少しデメリットかなと感じています。じゃあ綾田くんは何かデメリットと思うことはありますか？そうですね、受験料がやっぱりかかってしまうことですね。まあ、首都圏に住んでない人から聞いた話なんですけど、やはり私立を受けるとその移動費とかでやっぱり大きなお金がかかってしまうらしいです。そうですね、結構受験料高いので負担になってしまうっていうのは結構ありますよね。他に何かメリットとかデメリットとかでなんかこれあったんだけどっていうものありますか？そうですね、僕慶応を受けた後に早稲田を受けたんですけど、慶応の入試の数学の問題で全く似たような問題が早稲田で出て、で慶応の入試を復習してなかったので、まあ、早稲田の入試の数学を受けてる時に、まあ、全くできなくて、あ、復習しとけばよかったっていう、まあ、後悔があって、でこれもしかしたら東大でも同じ慶応と早稲田と似たような問題が出るんじゃないかって思って、で早稲田慶応終わった後にどっちもちゃんと全ての科目を復習しました。で、まあ、復習してメンタルブレイクしちゃうぐらいならやらない方がいいと思うんですけど、まあ、もし生かしたら早稲田とか慶応とか次第で受けた入試の問題がそっくり国立大で出てくる可能性があるので、まあ、復習は、まあ、できる人はやっておいた方が良いと思います。それはすごい私も共感です。私も何個か受験をしたんですけど、世界史で
結構あこれこの間の入試でも出たわみたいな選択問題結構あったり、あと全く同じじゃなくても復習をしてた時に周辺知識で確認したものが出たので、まあ直接的にはなくても、まあ、間接的に、まあ、併願校の問題を復習していたことでできたっていう問題がいくつかあったので、そのね、メンタルにね支障がない人は併願校の問題も復習しておくといいかもしれません。国立大学を受験するときに併願校は大体何校ぐらい受けておくといいでしょうか？そうですね、国公立大学を受けるときの大きなメリットとして、センター利用、共通テスト利用が使えるっていうのがあると思います。教科数的にも私立単眼の方よりもいろんな受験方法で受けられるので、なるべくそちらを使った方が受かるチャンスは大きいかなと思います。その上で実際にこの試験慣れとかという意味も含めて 1,2 校現地で受けるのが私は妥当かなと思っています。なるほど、綾田くんはどうですか？そうですね、まあ、理系の場合は医学部はちょっと例外なんですけど、まあ、0から4校ぐらい併願校として打てるのが妥当だと思います。まあ、もし絶対に浪人をしたくないっていう方であれば、絶対に受かるような安全圏の大学を受けておくのがいいと思います。じゃあ自分がもう絶対現役で決めるのか、それとも浪人も考えているのかっていうところで併願校の数もちょっと変化してくるってことですね。さっき高橋さんが共通テスト利用、まあ私たちの時はセンター利用だったと思うんですけど、を利用したって話もあったんですけど、確かに国公立だとね、科目が多い分倍率とかも少し下がるし、まあ、もちろん負担も大きいですけどパーセンテージもね下がるので、そこも出願していくと結構いいかもしれません。で、第一志望の国公立大学とは別に併願校の受験に向けてした勉強とか、それにかけた時間とか聞いていってもいいですか？はい、はい、じゃあ高橋さんはどうですか？はい、私はセンター試験が終わった後、早稲田の本番1週間前ぐらいに早稲田を解き始めました。なので早稲田本当に難しいのに、本当に1週間前ぐらいから過去問 2,3 年分解いて、あこれは無理だと半ば諦めムードで会場に行くぐらいだったので、本当に受かりたいならもう少し併願でも時間を割いた方がいいと思います。なるほど、どのくらい併願校に向けて本気度があるかってところですね。はい、もう絶対もう第一志望がもう重視だからっていう人なのか、それとも併願もちゃんと手堅く取っていくのか、どういう気持ちで受験に臨むかによってこのかける時間というのは異なってきますね。綾田くんはどうですか？僕も共通テスト終わってから次第の勉強を始めました。もともと過去問3年分解く予定だったんですけど、まあ、2年分ぐらい解いて、まあ、大丈夫そうだなって思ったのと、あと国公立大の対策にやっぱり注力したかったので2年分でやめて本番に挑みました。じゃあまあ大体国公立大学が第一志望の人は併願校は大体 2,3 年分解いてるのが多いのかなってところですね。でまた人によって絶対受かるって気持ちだったらもっと解けばいいと思うし、まあ、国公立絶対もうそっちを優先っていう人ならもう少し少なめにするっていう感じにしておくのがおすすめかなということでした。高橋さんも綾田くんも併願校も第一志望も全部合格だったっていうことなんですけど、周りの受験生のお友達はどうでしたか？そうですね、私の友達は結構私立単眼も多かったんですけれど、そういう子でも結構早めの時期の大学にはなかなか受からなくても最終的に早慶に合格したり、またなかなか本当に第一志望に受からなかったけれど最後補欠で合格したという方もいらっしゃったので、割とそこは千差万別、いろんな受験方法いろんな人がいるなと思います。うん、なるほど。じゃあもうみんながみんなね全部合格してるわけじゃなくて、いろいろ紆余曲折あって合格できる人もいるってことですね。はい、綾田くんはどうでしたか？そうですね、僕の周りの友達の国公立第一志望の子は早慶どっちも落ちてしまったのに、まあ、東工大になんとか受かったっていう子や、まあ、医学部志望で次第全落ちしてしまったのになんとか最後の国公立を受かったっていう人もいるので、まあ、やっぱり次第の結果は気にしすぎずに着実に国公立大の対策をしていくのがいいかなっていうふうに思います。なるほど、じゃあもう国公立に受かって今大学生で勉強してるのに実は私立落ちてる人っていうのも実は結構いるってことですね。そういうことが分かって私もちょっと安心しました。まあ、ちょっとね東大とかね一橋って言われると本当にみんな全部合格してるのかなっていうふうにやっぱ思っちゃうので、そういうことを聞けて少し安心しました。今回の動画では東京大学と一橋大学に今通っているお二人の大学生に併願校を聞いていきました。国公立大学を志望している皆さんがどうやって併願校を決めるのかの参考になったらいいなと思います。この動画が良かったなと思う人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。
今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。